二代さんがたけしさんにそのお前バイク何好きなんだって言って、で翌日になったらそのバイクがそうそう注文されてたっていう、置いてあったのかなとか、あれ本当なんですか。本当ですよ。本当すごいね。え、だ今あのうちのタップの社長の枝豆、つまみ枝豆、うんうん、なんだっけ車、うん、何欲しいんだよ、うん、あの時何て言ったんだろう、 BM かなんか、うん、BM かなんか、うんうん、したらもうお金用意されて、マジですか、何百万か、まあうん、これ買いなって、さすがでも枝豆返したらしいです、これは試されてるんじゃないかっていうのも、うん、これで買っちゃったらお前は所詮そんなもんだって、うん、いや僕は自分で稼ぎますからって言って返したら、うん、うん、手にやった、お前はそうすると思って議題はしっかり載ってます、だって売っちゃうんじゃない最高ですよ